県が来年度から中学生の給食費を無償化する市町村に対し、その費用の半分を補助する学校給食費の無償化政策の方針をめぐり、県市長会は事前調整がなかったことや小学生を対象外としていることなどに反発しています。世代地域間格差が生じることなく、かつ安定した学校給食が受けられるよう、全額県費負担による学校給食費無償化の一刻も早い公約を実現されるよう強く要望する。沖縄市や那覇市、浦添市など県内11の市のトップ8人は今日県庁で玉城知事と面談し、小学生を含めた義務教育課程すべての児童生徒の給食費を全額県負担で無償化することを求めた決議文を直接手渡しました。要請を受けた玉城知事は、地域で差が出ないように今後意見交換していきたいと述べました。県は今日明日の日程で市町村に対し給食費の無償化政策について説明する方針です。